マイケル・フェルプス、マイケル・フレッド・フェルプス、マイケル・フレッド・フェルプス、1985年6月30日隊は、アメリカ合衆国の競泳選手。身長193センチ、体重91キロ。オリンピックと世界水泳選手権の金メダリスト、メリーランド州ボルティモア出身。イングランド、アイルランド、スコットランド、ウェールズ。 ドイツの血を引く過程に生まれる。2013年7月現在、100メートル、200メートルバタフライ、400メートル個人メドレーの世界記録保持者であり、水の超人イアンソープ、オーストラリアに代わり、世界の頂点に登り詰めた水の怪物。自由型でも、世界トップレベルの実力を誇り、一大会で複数の種目を制する体力を活かして、 オリンピックメダル獲得数史上1位の記録も打ち立てた。史上最強のスイマーとの呼び声も高い。最も得意とした200メートルバタフライでは2001年3月に男子競泳史上最年少15歳9ヶ月で世界記録を更新してから現在まで12年間一度も保持者の座を明け渡さずに7度世界記録を更新2001年7月の世界選手権で 優勝してから世界大会、オリンピックと世界選手権では長らく敗れていなかった2005年の世界選手権はエントリーせず、決出した選手の一つの記録が10年以上というような長い年月にわたり世界記録として残ることはしばしばあるが、一人の選手が長い年月同じ種目の記録を更新し続けるということは競泳史上ではまである。 同種目では2002年パンパシフィック選手権で敗れて2位以降出場した60回のレースすべてで優勝していたが2011年4月8日から10日に行われたミシガングランプリで9年ぶりに敗れたオリンピックにおいてはアテネ五輪2004年と北京五輪2008年で金メダルを連続取得していたがロンドン五輪2012年では フィニッシュ寸前に抜かれ、100分の5秒差で2位、銀メダルとなった。しかし、これが、オリンピックメダルとしては、歴代最多タイの18個目となった。リオデジャネイロ五輪競泳競技終了時点で、オリンピックメダルの通算獲得数28個、金メダルの通算獲得数23個となり、歴代1位の記録となっている。また、オリンピック一大会でのメダル獲得数8個、 アテネ五輪、北京五輪で、それぞれ8個というのも、歴代1位大記録である。しかも、北京五輪で獲得した8個のメダルは、すべて金メダルであり、オリンピック1大会で8個の金メダル獲得というのは、史上初の記録となった。世界選手権では、通算33個のメダルを獲得している。うち、26個が、金メダルである。 大会成績以外の受賞歴は2003年、2004年、2006年、2007年、2008年、2009年、2012年度の世界競泳選手、オブザイヤー、スイミングワールドスイマーズオブザイヤー、2001年、2002年、2003年、2004年、2006年、2007年、2008年、2009年、2012年度のアメリカ競泳選手、 オブザイヤー、アメリカンスイマーオブザイヤーなど、薬物疑惑をかけられたことがあり、北京五輪の際は、本人曰く1ヶ月半の間に約40回の薬物検査を受けたという。2009年2月1日、A 氏ニュースオブザワールドにて、ガラス製の吸引器具で大麻を吸引しているらしき、写真が掲載された。本人はその写真が本物であることを認めた上で、謝罪した。 しかし、2009年2月16日、サウスカロライナ州リッチランド軍の警察は、フェルプスが大麻を吸引した証拠や、本人の自白がないため、フェルプスに対して刑罰を課さないことを発表した。スポンサーは、ケロック社の一社だけが交番したのみである。この件でフェルプスは、米国水泳連盟から3ヶ月間の出場停止処分を受けたのみである。 2010年2月18日、現地時間、バンクーバーオリンピックのアイスホッケー競技を観戦した際にメディアからの質問に応じ、30代までは泳がないと、ロンドンオリンピックが最後のオリンピックになると明言。北京オリンピックで金メダルを獲得した8種目のうちいくつかには、出場しない旨も明らかにした。2014年4月、現役に復帰することが判明。 2015年着用ギアをイタリア製ブランドのアクアスフェアアクアスフィアと契約し自身の MP ブランドを立ち上げ開発にも携わる。2015年12月3日から5日アメリカフレデレルウェイで行われた冬季全米選手権大会に200メートル個人メドレー、100メートルバタフライ、200メートルバタフライの3種目にエントリー。3種目ともに1位を獲得。 2016年、ブラジル、リオデジャネイロで行われたオリンピックで、競泳種目に6種目に出場した。このうち、100メートルバタフライでは、シンガポールのジョセフスクーリングに0.8秒遅れての銀メダルとなった。広げると身長より、はるかに長い腕と大きな足そして非常に柔らかい関節は、一かきで大量の水をかくことができるので、大きな推進力を生み出す。 爆発的な推進力を生み出すドルフィンキックは、フェルプスのこれは全く体幹の軸がぶれないため、抵抗が少なくて済む。また、全身を無知のようにしならせているので、さらに推進力が増す。さらに驚異的なスタミナが、他の選手と違うフェルプス最大の特徴である。200メートル自由型、バタフライの150メートルターンは、心配能力が限界に近いので、 通常はすぐに浮上してくる。しかしフェルプスはそこでまだ10メートル以上潜水できるほどのスタミナを持つ。彼の泳ぎは他の選手と比べてスタートとターン時の潜水距離が圧倒的に長く潜水から浮上した時点では他の選手より大半分リードを奪っている。この泳法は彼が得意とするドルフィンキックを最大限に活かす泳法と言える。2000年15歳で シドニー五輪に出場し、200メートルバタフライで5位入賞する。2001年3月に200メートルバタフライの世界記録当時を更新し、男子競泳史上最年少の15歳9ヶ月で世界記録保持者となった。7月の世界水泳福岡大会では、200メートルバタフライで自己の持つ世界記録当時を更新して優勝。2002年、 この年から個人メドレーにも本格的に力を入れ400メートル個人メドレーで世界記録当時を更新。2003年の世界水泳バルセロナ大会では400メートルに加え200メートル個人メドレーでも世界記録当時を更新。同レースで2位に入ったイアンソープに3秒6以上の差をつける圧勝であった。また同大会の 4X200 メートル フリーリレーでは、第一 a 社として一分四十六秒六十で泳ぎ、自由型長距離界の王者グラントハケットを抑えて一位で、次の A 社につないだ。このレースで、クロールの潜在能力も高いことが狙い得たことから、以降自由型にも、本格的に力を入れ始める。そして、アテネ五輪では200メートル自由型にも出場する、ことを表明し、当時この種目の第一人者であった。 イアン・ソープに挑戦状を叩きつけることとなった。2004年のアテネ五輪では、1972年のミュンヘン五輪におけるマークスピッツの7冠を超える8冠を目指したが、4X100 メートルフリーリレーでは、副平南アフリカとオランダに、200メートル自由型では、イアン・ソープとピーター・ファンデン、方編バンドに敗れて、銅メダルに終わり、6冠に止まった。 2005年は腰を痛めたこともあって、精裁を書き、世界水泳モントリオール大会では負担の大きい200メートルバタフライ、400メートル個人メドレーを欠場した。自己ベストも200メートル自由形で1分45秒20を出したのみであった。2006年もあまりタイムを伸ばすことはなかったが、 それでもパンパシフィック選手権で200メートルバタフライと200メートル個人メドレーで自己の持つ世界記録当時をわずかばかり更新した。2007年の世界水泳イメルボルン大会では低調だった2年前とは打って変わってタイムを大きく伸ばし大会史上初となる7冠、個人種目5冠リレー種目2冠を達成し5つの世界記録当時を更新した。しかし 4X100 メートルメドレーリレーの予選において、イアン・クロッカーが引き継ぎ違反をして、アメリカチームが失格となったため、競泳の国際大会史上初となる発汗は、達成できなかった。2008年の北京五輪では、個人5種目とリレー3種目に出場した。九日間で十七レースをこなさなければならない、状況にもかかわらず、すべての種目で金メダルを獲得し、 ミュンヘン五輪でマークスピッツが達成した七冠を超え、競泳史上初、オリンピック史上初となる八冠を達成した。このうち100メートルバタフライを除く七種目では、世界新記録となった。なお、100メートルバタフライはいつは新記録。100メートルバタフライは、最後の最後で逆転に成功し、わずか0.01秒差の金メダルだった。 最終種目となった 4X100 メートルメドレーリレーの表彰式の最後にこの前人未踏の功績をたたえて記念品が贈呈された。2012年のロンドン五輪では400メートル個人メドレーで萩野光介に競り負け4位に終わった。200メートルバタフライではチャドレクロー、南アフリカとわずか0.05秒の差で銀メダルとなった。400メートル フリーリレーでも銀メダルに終わった。200メートル個人メドレー100メートル型フライ4200メートル、フリーリレー400メートルメドレーリレーにて、同一種目3連覇を成した。なお、過去に大会でメダルを獲得していた200メートル、自由型にはエントリーしなかった。生涯において、世界新記録を39回受立、個人種目29、リレー種目10、 太字で示しているものは、現在の世界記録。メリーランド州のボルティモアで生まれ育ち、東村高校を2003年に卒業。ミシガン大学に在籍中で、専攻は、スポーツマーケティングマネージメント。ニックネームは MP である。父親は、メリーランド州の元警察官であるフレッド・フェルプスで、学生時代は、フットボール選手だった。母親は中学校の校長をする、デボラ。 通称デビー・フェルプスで1994年に夫と離婚後、教育関係の仕事でマイケルら3人の子を育て、2009年には金メダリストを育てたシングルマザーとして字を出版した。ホイットニーとヒラリーの2人の姉を持ち、姉たちも競泳選手であった。ホイットニーに至っては1996年の オリンピックでアメリカのナショナルチーム入りが濃厚とされていたが、怪我により引退している。両親が離婚した9歳の時、フェルプスは、注意欠陥、多動性障害、アテンション、デフィシットハイパーアクティバティディスオーダーとの診断を受ける。7歳で水泳を始めたのも、彼の姉の影響もあるが、多動性障害特有のあり余ったエネルギーの吐け口として、母親が水泳を始めさせた。 10歳の時に同年齢を対象にした全米大会で大会新記録をマークした。両親の離婚により、プールが父親を失った辛さを紛らわす場ともなり、コーチが第一地のような存在だったという。2004年11月にメイリーランド州ソールズベリーにおいて主教尾運転で逮捕され、同年12月に地裁で 罰金250ドルと保護観察18ヶ月の判決を受ける。保護観察期間中の禁酒高校生に飲酒運転がいかに危険であるかを講演すること、米民間非営利団体、NPO、マット飲酒運転に反対する母親たちがスポンサーする会合への出席が命じられた。その後、フェルプスはテレビ番組に出演した際に、事件について家族と アメリカ国民を落胆させてしまったと反省を述べている。イギリスのガーディアン紙によると、フェルプスは1日に1万2000キロカロリーを摂取しており、一般男性の6倍になる。フェルプスの平均的な朝食は、卵焼きとチーズ、レタストマト、焼いた玉ねぎとマヨネーズを挟んだサンドイッチ3つ、さらに2杯のコーヒーとオムレツ1つ、加えて砂糖をかけた。 フレンチトースト3切れ、そして最後にチョコレートチップス3袋を食べる。昼食は5 0 0ムの大盛りパスタ、マヨネーズのかかった大きなハム2つとチーズのサンドイッチを食べる。さらに体力をつけるために1 0 0 0ロリーの栄養ドリンクを飲んでいる。夕食は次の日の練習に備え5 0 0ムのパスタとピザ1枚を食べ、さらに1 0 0 0ロリーの栄養ドリンクを飲んでいる。 フェルプスは、アメリカの NBC テレビに対し、いいと、スリープスイム、ザット、エスオール、アイキャンドゥー、よく食べ、よく睡眠をとり、よく泳ぐこと。これが僕にできることのすべてだと語っている。フェルプスは、2012年のロンドンオリンピックを最後に、競泳から一時引退。自身にとって、最後の公式競技となった 4X100 メートルメドレーリレー。 2012年8月4日で通算22個目のオリンピックメダ、金メダルとしては18個目を獲得後、自分は水泳においてやるべきことは全てやったと語り、NBC のスタジオインタビューにおいて司会のが何度尋ねても引退の決心に変わりはないと述べた。これまで競泳であちこちの街を訪れたが、実際に街を観光したことはない。 ホテルとプール以外のものも見てみたいという理由により、今後は世界各地を旅行するつもりだという。2014年9月30日に、米国メリーランド州で、酒気帯び運転などの疑いで逮捕された。そのため、米国水連から6ヶ月の競技会出場停止、すでに代表権を獲得していた、翌年の世界選手権の代表権剥奪等処分を下された。 逮捕後の45日間のリハビリ施設収容中に、長年わだかまりとなっていた、父親に捨てられたという感情と向き合い、父親と面会し関係修復した。2016年には引退を撤回して復帰しており、リオコリンが改めて自身のファイナルレースになると公言している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。